が将来新幹線っていうのはこれぐらい小さくなる。もういねえだろ。煙です。大学生の皆さん、1学期もまあぼちぼち落ち着いてきて、なんかすっかり気緩んじゃったりなんかして無茶な飲み方してませんか。我々令和ロマンは大学生の無茶な飲酒断固として反対です。絶対そう、絶対そうです。それはその中でも、うん、代表的なものが、はい、こうコール飲み会においてありますよね、うん、あります。我々も昔大学生やってました、うん、周りでコールやってる人いましたよ、うん、周りにいました。僕らはやってないです。やったことない。絶対にやってない方がいいです。良くないのはやっぱお酒の一気飲み、それは本当に良くない。絶対良くない。コールに合わせて飲ませるみたいな、ね、そうそう、うん、コール自体はただの音ではあるんです。音だから、うん、ということで今回は気をつけた方がいいコールランキング。気をつけた方がいいコールランキング。まあコールは全部気をつけた方がいいんですけど、もちろん、はい、特に特に要注意。このコールが出たら気をつける。危ないぞみたいな。いや飲み会は危ないぞみたいな。そういうニュアンスあります。その人はそうだぞみたいな、はい、なるほどな。なんでかと言いますと、2023年マスクが、まあ、自主的な判断になりますとか、はい、ね、いろいろなものが解禁されてきますよね、はい、で結構いろんな飲み会とかも街でも盛んになってるじゃないですか、うん、そうですね。どんどん街も混んでます。居酒屋さんも混んでます、うん、なるんですけど、大学生の子たちはさ、うん、その 1,2 年生とかさ、はい、高校生とかコロナでこう過ごしちゃった子たちは、そうだね、遊び慣れてない子たちが、なるほど、今街に繰り出してるわけですよ。そうだな。僕ここまでで考えて、うん、僕分かりますけど、うん、おそらく今年 9割の搬送者数が歴代1位になると思う。9割50%。そうです。なるほど。慣れてない人とか、うん、そうだな。あ、そういうことをだから今、うん、憧れとかもあると思うけど、絶対ダメだから。ダメ。ダメ。かっこよく遊べ。遊べ。遊べ。トップくなれ。トップ感だの時。トップい超なれよお前。超。なあ、誰の相棒、トップ一応になるんだよ。誰のことは日浦まさに。クレイジーパピオンかよ。日浦まさに決まってんの久々に聞いたぜ。僕らの歌のクレイジーパピオンかよ。日浦まさに。辰巳真一です。いや、いや、やったよ。石原さん、辰巳真一がやってたけどな。自動車保険も見直しませんか。いや、辰巳真一じゃねえ。さあ、うん、そうね、ダメな声。ダメだよ。ちょっと書いてこう、ね。確かに、リストアップしていくとこから始めましょうか。あれ何やりました。まず良くない、うん、本当に良くない。あなた、あの一応お笑いサークルと、はい、バンドサークルも入ってます、はい、で、はい、じゃゼミとかもね入ってますよ。ありましたもんね。はい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 、はい、だからそういうやつもと、はい、さ、はい、プラスの部分もある反面コールに出るってことマイナスの部分もあるってことですよ。そこを伝えないといけないんで、ね、中にはそういう中にはそういうやつらもいたかも。だから対策をしなきゃいけない。なるほどね。知識としてはある、はい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 、そうだな。その中からまあコールいっぱい聞いてきました。まあベタなやつがいっぱいありますけど、はい、まあ一番やっぱ気をつけなきゃいけないのはあれですかね、うん、飲んでこう、吐いてこう、力の限り行こうこう、森田こう、広美こう、笑っていいのも増刊こう、ゴー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 。やっぱこれが一番危ないな。あ、いやいやいや、なんか飲んでなくないウォウウォウとか、 あのね、その当時流行ってたので言うとね、うん、下田美咲さんとかの、はい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 、わからないならかえってウィキペリアとか、ライタテライヨコライヤラメ的なみたいなのはありましたけど、え、飲んでこう、ファイトこう、力の限りゴーゴーゴー、森田こう、ヒロミこう、笑っていいとも増刊こう、ゴー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 。めっちゃゴーじゃん。そう、クボスが考えたゴールゴールゴール何そのコール。いや知らない。あるんですか。聞いたことある。周りで周りで聞こえてきたコール。バンドサークルとかでですかな。そうかな。そういう人が考えてきましたね。森田剛ね。森田剛しかメイン森田剛。なんだっけ、森田ゴー？飲んでこう、吐いてこう、笑っていいとも増刊ゴー、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 力の限りゴー、ゴー、ゴー、森田ゴー、ヒロミゴー、なんでヒロミゴーだゴーだから、ゴー、ヒロミね、ヒロミゴー、笑っていいとも増刊ゴー。あー、もうでも、うん、もしかしてそれはあれかもよ、でもさ、今の子は知らない言葉が多いから。あ、そうだな、意味わかんないから、意味わかんない、危険度としては低い。あ、ちょっと低いかもしんないか、かも、ね、確かにな、今の子もわかるようなコールとかの方が危ないと思う。これ危険かもしれない。あ、それも危ない。危険なコールあった教えて。
喉全然潤ってねえじゃん、サンバルンバリオデジャネイロ。知らないです知らないです、はい、知らないな、本当に知らないな。は危ないですよ。何ですか、こんなの絶対に多いですよ。何言ってるか分からないですよ。喉全然潤ってねえじゃん、サンバ、ルンバ、リオデジャネイロ。なんでサンバになったんだよ。喉潤ってないとか、なんかお酒の飲み方としてなんか分かる、はいはいはい、飲ませ方として。なんかサンバになっちゃったんだろ。なんかなっちゃう。なっちゃったみたいですね。リオデジャネイロ。じゃあこれノリいいかラテンの感じで、あすごい危険かもしれない。これは危ないね。危ないくんありました、ね、いやありました、危ないよ、ありました、ちゃんと注意喚起だからこれ。ありました、本当に真剣に、本当にね、いや本当に危ないんですよ、現場の本当に良くない空気を、うん、そうですね、ああ、ね、本当に良くないから、うん、やって、いや危ないですよ、やります、うん、パラ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 遊びじゃねえんだよ、パラ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 そんなの水だよ、パラ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 水なら飲めるよ、パラ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 マジ上等。これっすね。ああ、なんか聞いたことはありますよ。あった、はい、これは危ないっすね。あるんですけど、そんな、うん、こんな枠でしたか。危ないっす。なんかこのパラ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 パって感じなんですよ。いや、なんか煽ってる。煽ってる。パラ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 遊びじゃねえんだよ。そう、パラ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 、そんなの水だよ。水なら飲めるよって、このサンダル論法の時間があるんですよ。なんかその、あれですよね、もしかしたらその水なら飲めるようなところとかで、うん、ハモってくるやつみたいなのありましたか。今来ましたか。いました、それが一番危ないから、ちょっとそれは危ない、今普通に乗ってくれて、パラ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 遊びじゃねえんだよ、パラ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 そんなの水だよ、パラ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 水なら飲めるよ、パラ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 マジ上等。絶対ダメ、これ良くない、これは良くないよ、絶対ダメ、ダメ、こんなの、これ一番良くない、こんなんだ、これ本当に良くない、そんなの水だよね。本当にアルコールは水じゃないですか。あ、水じゃないです。うん、これはもう大事。これはもう肝に銘じてるし。一応作るのに、はい、本当に。うん、あ、それで言ったらあれだ。あります。なんなら、うん、僕たちがちょっと危険すぎて、はい、すでにこの啓蒙の活動を実は2019年に行ってたんですけど、あ、なるほど。あの、M-1 グランプリ2019の準々決勝でやっていただいたネタの中に、はあ、はい、はあ、はあ、はあ、ちょっとね、注意喚起も兼ねて、うん、実在のコールを、はいはいはい、ちょっと入れたんですよね。なるほどね、はい、はい、ありました、ね、そちらの方でもうネタ動画で上がってるか知ってる方もいるかもしれないですけど、はい、はい、はい、魚の音読みはギョギョギョ、魚の訓読みはウォウォ。危ないですね、これは危ない、これは危ないですよ、絶対もうやばい、もう酔っちゃう、こんなの絶対こんなの良くないですから、魚の読み方、魚の読み方地球の歩き方みたいな。これは読み方。絶対これ危ない、ね。これは良くないよ。これを実在したっていうのがね、すごいことですよね。あれ。メジャーなところで言うとね、はい、多分今でも通用しちゃうっていう点で良くない。良くない。コールは、うん、追いコールっていうんですか。何かコールをした後にするコール。本当に良くない。本当に良くない。本当に良くない。人が飲みました、ね、良くない、もうそれも良くないよ、良くコールで、あー良くない、飲み干したすごい、で頑張って飲んだそいつに向かって、早すぎて見えない、もしかしてマジシャン、トゥルルルルルルルトゥルル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 ルイエーこれ良くない、これ良くないです、これ全然これ良くない、これ意味わかる、意味わかる、何それ見えないの、早すぎて見える、見えるだろって、うん、見えるだろって話だよな、飲んだら、そうだよ、うん、見えないわけねえだろ、見えないわけねえだろ、何がマジシャンだろマジシャンじゃねえよ、マジシャンだとしてさ、うん、マジシャンの人にそんな風に、うん、って失礼だろ君はそうだ、倫理観も間違ってる、倫理観もこれは多分絶対マジシャンはダメ全然ダメだ、マジシャンダメ、あれーコールっていうかね、ゲームとも言いはぁ、ほぼコールみたいな、はい、あります、あります、僕はもう許せないんですよ、その2階の場で、うん、ゆっくり僕はお酒を楽しみたいんですよ、そう、ね、飲み会ってそういう場だから、そうで、会話をしてさ、うん、同年代だったら真剣な話もあってっていうのをやりたいのに、うん、そうだよ、しまうくらいのが、うん、理不尽コナンゲーム、よろしくね、ピュッ
テレテレレレテレレ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 一番良くない。俺は良くない。バカにしてるよ。バカにしてるよ。青山先生謝れよ。先上がって。本当に良くない。よろしくねが良くない。関係ない。関係ない。よろしくねが良くない。何やるんだって。理不尽って言ってんの。言ってんだな。これも良くないね。コナンなんて常に理不尽だね。そうだな。言わせてもらう。コナンなんて常に理不尽だから。でもっとくれ、もっと理不尽なゲームを動かしてます。よくないね。サンダーバードっていうコールがあったんですよ。よくなさそうだな。はい、うん、よくないな。本当に一人に対してそのコールが始まったら、コールは簡単です。サンダーバード1号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 サンダーバード2号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 、うん、これ永遠にやる。永遠に一杯飲んだら一号は終わりです。発車しました。サンタバード1台と発車しました。で、その一杯飲み終わったら2号目の発車する。サンタバード2号目。別に何本でもいい。よくない。よくない。よくないよ。いいわけねえだろ。いいわけねえだろ。いいわけねえだろ。サンタバードそれ何台も出しちゃダメだよ。1台しかないんだ。そんなやつなのか。いや、やってるやつ。さっきもやってる感じ、なんか一緒にやってる感じして。いや、そういうやってないです。いいです。いいです。読み合ったらですって。どっちなの、サンタバード、マジサンタバードかけ。やってないです。やってないです。よくないよ。本当にやってないです。本当によくない。あれ、僕ら調べてない。はい、何が楽しいかなって思うんですけど。はい、はい、本当ですよ ね。なんでやっちゃうんですか。やってる人に聞いたことがあるのは、うん、まあ聞いたことある。やってる人に聞いたことがあるのは、めちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しいって聞いたことあります。やってるやつが、やってるやつが言ってたのは超楽しいって聞いたことがあります。それ間違ってるよ。間違ってる。そんなの間違ってる。そんな友達がいるのが恥ずかしいもん。いや、うん、それはそれはそういうお酒ってね、うん、時のそれがあるのかもしれないけど。そうだよ。それでも失うものは絶対大きいよ。絶対大きいよ。なダメだよ、絶対。全然楽しくないよ、うん、楽しくない。リズムとかだけじゃなくてさ、うん、長いやつもさ、こうやってさ、うん、抵抗してくれるけどさ、短いやつなんて良くないよ。短いやつ良くないよ。短いやつ結構一番良くないよ。一番良くない。だって何回も言えちゃうから、うん、そうだね。良くない、うん、すごい良くない、うん、こういうところ良くない、うん、最後、高森最高、小石を蹴ってマーキの。どこで飲むんですか。誰がどこで飲めばいいんですか。いやーいや、これもだから調査によるとあったらしいんですよ。周りがやって、はい、周りがやって誰かが飲むってことですか。おそらくそうです。最高です。どのタイミングで飲めばいいんですか。最後最高です。最後最高。これが良くないです。本当にこれも良くない。どこで飲むのか分からないみたいな、はい、良くないです。良くないよ、はい、なんか他にはだからあの、うん、スキスキスふわふわふ、うん、こんな気持ち、うん、マイメロディどこで何だそれ。だっておかしいもん。実際の歌から撮ってる。おかしい。マイメロは好きだからね。おかしい。おかしい。みんなは、うんうんうん、本当に良くないな。本当良くないよ。ゲーム、ドーン。出てもらいました。落ちちゃった。落ちちゃった人が生まなきゃいけない。さすがに。ゲーム、ダーン。これはもう、これはもう P です。これも P です。コールで P なんか出すからなあ。ありましたね。P ないやつ言え、ちゃんと。P ないやつ言う。P のやつダメなんですよ、うん、P のやつは。あ、そう？なんかこれとかでしょ。何、うん、ラーラーラストはお酒が大好き、うん、好きで好きでたまらないし、うん、絶対嫌とは言いやせないし、うん、セックスするなら、うん、絶対ダメだ、デートに行くならディズニーシー、元気果たすオロナミンシー。そういう意味。ちょ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 、え、マジでさ
普通のコールっぽかったのに間でちょってるから今 P なしでこれいけるでしょ。 P でありよ。 P あり P ありに決まってんじゃん。ダメですダメです。これ本当良くないよね。よくないよ、ね、よくないよ。あとその後にディズニーシーとか行くんだ最後ローダミンシーの仕組みが分からない。よくないです。よくない本当に、うん、本当によくない、うん、気をつけてほしい。あれ一番良すぎるからだったのドラムです。一番まあ僕としてはマイメロディーですマイメロディーは歌ってるだけなんだコールじゃないです歌ってそうですね。王者はもうマイメロディー。マイメロディーが相当悪いです、はい、マイメロディーです。確かに一番気をつけたほうがいい、うん、気をつけたほうがいい。これはマイメロディーっていうやつは気をつけたほうがいい。気をつけたほうがいいです。これは好き好き一番危険なコールは好き好きすふわふわふこんな気持ちいいマイメロディー歌ってるだけだった一番です。よくないです。でこれをする人は、うん、一応じゃあこれが出そうなっていう気をつけたほうがいいですか。あ、もうこれが出たらもうマイメロディー来るかもしれないっていうのが、こういう人って乾杯あるじゃん、うん、普通に乾杯って普通でしょ。はい、乾杯って言います。乾杯の時に、うん、集中って言うえ、はい、どういう意味。気をつけてください。乾杯じゃない。乾杯は乾杯って集中って言います。集中気をつけて、集中っていうシーンはこうやったでしょ、うん、集中って言って、うん、普通の乾杯はこうやってぶつけるでしょ、うん、それ乾杯、うん、このそれはまだ頭安全だ安全、うん、もう集中って言って、うん、こうやってって、うん、ぶつかっちゃうよーって言います意味わからん集中ぶつかっちゃうよーぶつかっちゃうよーって言ったらもう、うん、もう終わり、うん、危ないぶつかっちゃうと、うん、集中が出たら、うん、これもうマイメロディー、マイメロディー布石となってる。絶対やめてください。危ないね。もう本当に、特にね大学生、はい、社会人とかもう社会人もね、うん、もう誰でももうねいい大人そういう時代じゃないんですよ。本当そうだよ。必ず気をつけてください。もう概要欄にねちゃんと貼っておきますので、うん、はい、正しいお酒の飲み方、うん、ゆっくりね、うん、お酒を楽しんでください皆さん。適量で楽しんでください、はい、当チャンネルの中で一番、うん、見本となるのは、料理研究家ケムチの動画です。ダメダメ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。